膝の大きな故障もありました。しかし道は今開けています。来年の大阪へ、再来年へ、アテネ、再来年のアテネへ、勝負の今です。北田の5分間決勝が始まりました。山口さん、ポイントは何ですか？そうですね、今まで日本選手が韓国選手にやられてきたのはですね、はい、組み手で負けて、そしてワンチャンスをものにされてるんですね、はい、ですからやはり組み手で負けない、そして早く攻める、はい、流れを自分の方に早く持っていきたいというところがポイントだと思います。頭を抑えられていましたが、その釣り手を切りました北田。上になっています。締めを狙うこともあります。待てがかかりました。ですからあまり自分の組み手っていうのに極端にこだわりすぎて5点にならないことが大事ですね。多少組み手は悪くてもなんとか攻めの姿勢を早く示していくと、そして流れをつけて、そして思い切って攻めたいです。背負い投げを警戒するようにどんどんとキム・ヨンランを押さえつけてきます。下がっちゃダメですよ。そうですね、本強いの形です、はい、ですから悪い組み手になった時に今みたいに早く切り返して流れを変える、こういった姿勢はいいと思いますよ。開始1分、両者が足元を激しく動かしました。組み手争いもなかなか強烈です。ここで待てがかかりました。北田が24歳、一方のキム・ヨンランは21歳です、はい、この巡ってきたチャンスを逃したくない北田、小内刈りに来てからそれから担ぎます。待てです、はい、かけ数でも負けたくないですね。やはり最初にあの反則が来ますとね、精神的にもかなりあの、はい、プレッシャーになりますから。そうですね、次第次第に大会への意欲を高めて今大会を迎えました、はい、北田福岡国際で、あ、ちょっとアピールするような蹴りましたね、はい、はい、ああいったことはちょっと、はい、まあ弾みですけれどもね、もう一回乗せていきましたね。有効です。抑えたいですね、ここでね、はい、袖釣り込み腰です。さあポイントは先に北田の方に来ました、はい、ここから気をつけたいのはあとは反則ですね、はい、はい、相手はやはりいい組み手になって反則狙いでやっぱり来ることが多いと思いますので、組み手をしっかりさばく、今のペースを変えないで攻める、これが大事ですね。まだ残り時間が3分4秒もあります、はい、そしてもうアジア大会柔道競技最後ですよね、はい、で韓国選手登場で会場ももう、そうですね、韓国選手応援一色ですからね、あらん限りの声援という形にはなっています、もう一回同じ形、はい、背負い投げを警戒されている分を、いいですよ、この組手いいですよ、止まり投げ、止まりの形有効です。副審の一人が取り消し、もう一人の副審が効果ということで合わせて効果のポイントに訂正されました。ここは寝技も思い切って攻めたいところですね。有効一つ、効果一つ、北田がポイントをリードして5分間の前半を経過しています。この韓国のキム選手はですね、組み手が強いんですけれども、はい、防御ですね、はい、技を受けるという力はあんまりないんですね。ですから、決勝上がってくるまで今何度か投げられるシーンがありましたね。ですから北田選手しっかり入ればですね、一本を取るチャンス十分にあると思いますよ。袖釣り込み腰、あるいは共え投げ、背負い投げだけではないところを見せています北田、はい、非常に技多彩なんですよね、一度は自分は教員になるんだと心に決めていたこともありました。もう一度道が開けて世界へ挑む北田、そのステップにしたいアジア大会決勝です、はい、今みたいに早く仕掛けるのはいいですよ。さあ残りが2分を切りました。ポイントは北田リード。これだけですね、担がれてきますと、なかなかキム選手も、はい、不用意に出てこれなくなるんですね。逆側の襟を取っています、右の釣り手、これは袖釣り込み腰ですがもうほとんど捨て身です、はい、今副審2人が片襟の指導だということで、北田選手に片襟の指導が行くかもしれないですね。長時間持ってましたからね、はい、ただ韓国のキム選手もほとんどと言っていいほど技かけてないんですね、はい、ですから消極的だという反則も
あ、来ましたね。今までに日本選手が韓国選手にやられてきたのはですね、旗襟が来ましたので、これで有効1つ分のリードということになりましたね。まあ、めげずに攻めたいところですね。試合展開はここまで悪くありません。あとはこのような形で強引に来ます。韓国のキムヨンラン。今までこのパターンで勝ち続けてきたんですね、このキム選手は。ですから背負い投げも 低い背負いじゃなくて少し高い背負いに行きたいです。さあ、背負い、背負い、背負い、回避かね。どうだ。という行だ。そうですね。技ありでもいいかなというような、いい回転だったんですけど、ちょっと勢いがですね、足りなかったですね。キムヨンランも懸命にこらえて、そして体を回して背中から落ちないようにしました。なかなか審判もキム選手が攻めないって見てくれないですね。そうですね、場内の雰囲気があるかもしれませんが、さあ、残りが1分10秒。組手は 攻めの組手なんですけど、ほとんどかけてこないんですよね。ただ技あり以上の大きな技を食いますと危ない。ですから自分から攻めておきたい。またともえに行きました。残り1分を切った。こういった場内の後押しがありますとですね、北田選手勝ってはいるんですけれども、かなりプレッシャーをですね、やっぱり感じていると思うんですよね。でもこういった大きい大会で勝つのは大きな自信になりますからね。最後まで気を抜かないで頑張ってほしいです。今北田に欲しいのはタイトルとその自信です。 さあ、残りが間もなく45秒。北田ポイントをリードしています。頑張ってほしいです。ただ昨日の草壁もそうでした。このポイントリードに気を緩めてはいけません。最後まで攻めの姿勢を失ってはいけません。組手しっかりですね。さあ、残り40秒を切った。こういうところですよ。奥を持たれた。頭を下げられてはいけない。強引な内股にくる。ここを担ぐ、担ぐ。攻めています。さあ、30秒を切った。 やりたいですね。寝技どんどん攻めたい。動きを支配しているのはこの場面も北田。技の効果としては北田選手圧倒的ですし、相手ほとんど本当に攻めてないんですけども、こういう審判もちょっと珍しいというか、反則が来ているのは北田に一度肩襟の指導が来ています。まだキム・ヨンランの方は、ですから技で取ったポイントがなく反則もないという状態です。 ただ技の方で有効2つ、効果1つを取っています。さあ、しっかり組み手、最後、最後の20秒の気迫。そうですね、抑えて前に出る。勝つ。寝技行きたいですね。残り15秒を切る。ポイントは北田がリードしています。日本の北田、待てがかかります。残り11秒。下がっちゃいけませんね。最後11秒。さあ、一発を狙ってくるキム・ヨンラン。内股に来る。内股に来る。 残り3秒。よく踏ん張りました。ここはそうですね、あと3秒よく相手を見て、出口コーチの指示にもしっかりうなずいた北田。さあ、これで北田金メダル。よく頑張りました。アジアの48キロ級の頂点に立ちました。内容としては圧勝ですね。相手にかけるチャンスを与えず、相手の組手もよくさばいて、技もよく効いてました。 今大会の北田は立ち上がりの方では面白いように得意の背負い投げが決まりました。そしてこのキム・ヨンランとの決勝では少しそれを警戒されているといいまして、袖釣り込みをし、ともえ投げと、このあたりも抜群でしたね。そうですね、非常に多彩な技も見せてくれましたし、相手の奥襟を取られても慌てることなく背負いで切り返してうまく攻めたと思いますね。田村良子というあまりにも大きい過ぎる存在がですね、この階級にはずっとありましたので、北田もなかなかこう積極的に展望を開けない時期が長かったんですが、こうして代表に起用されて金を取りました。特に韓国、そして地元の選手と対戦して、非常に大きな声援の中で大きなプレッシャーを受けながらのこの勝ちっていうのは大きな価値があると思います。 真壁や田村というベテラン、そして若い含みなどいるんですが、その間に入る世代として十分この48キロ級、北田もアピールしましたね。そうですね、特に今回はですね、技のキレっていうのをですね、十分に見せてくれたと思います。袖釣り込み腰、さらにはともえ投げと2つの判定はこうだったんですけれども、綺麗に入った技をこの決勝でも見せてくれました。 精神的な部分でも北田にとってはですね、大きく成長するんじゃないでしょうかね。そうですね、やはり特に最終日の試合っていうのはですね、選手にとってはきついものがあるんですよ。待つというこの時間ですね。そうなんです。で、勝ったり負けたり運が